自分で入ったのかステファン、それともお前も囚人なのか。頭の中は食べ物だらけだろう。自由になったら何を食おうかって。俺は羊のもも肉が恋しい。外はこんがり焼けて、中は柔らかく肉汁たっぷりで。お前がリビアのゴロツキか。ああ、俺だ。来い、判決が言い渡される。判決は？黙れだ。俺が知るわけないだろう。さっさと手を後ろに回せ。ついてこい。二度とふざけるなよ。覚悟しな。もうすぐ全てが終わって楽になれるぞ。永遠にな。どこへ行くかわかるか。いや、出口なら嬉しいが。当たりだ。ただしここの出口には2種類あってな。自由へと通じる出口もあるが、永遠にこの世に戻れない出口もある。俺はどっちなんだ。さあな、一つだけ確かなことは、出口への通路を歩くのはこれが最後だということだ。マーク・デュボワ、騎乗中に借人の妻アリス・バルラフを馬で踏みつけた罪で有罪を言い渡す。被害者の夫人は危険な容体である。あれは事故だ。確かに早く走っていたが、あの女が飛び出してきたんだ。よって被告人への刑は以下の通りに決定される。判決は弾頭による死刑。いやだ、俺は悪くない。助けてくれ、目撃者がいるはずだ。そいつの首を切れ。ポール、そのウィッチャーを塔へ連行しろ。命令だ。命令なら仕方ない。お前の番は次じゃないようだ。ついてこい。おとなしくついてこいよ。なぜ俺に死刑の執行を見せたんだ。ここが孤児を保護する救貧院じゃないと分からせるためだ。いや、次に俺が首を切られると思わせるためだ。楽しかったか。その通りだ。俺はな、ここのクズどもが大嫌いなんだ。ここが監獄で休暇用の別荘じゃないって分からせてやるために、俺の権限でできることは何でもやるのさ。囚人を連行してきました。拘束を解き外へ出ていろ。やあ、ウィッチャー。その顔、ひどい傷を負ったな。だが前に会った時よりは良くなったか。アルニカの軟膏が効いてる。ほとんど痛みは感じない。だが俺が受けた傷でさえ、シアンナ様の最後に比べれば色褪せる。お前が地獄に落としたんだ。信頼して任せたのに、その結果がこれか。考えたことがあるのか、ウィッチャー。そもそもなぜ公爵閣はシアンナ様を隠したと思う。すまなかった。信じてくれとは言わないが、本当に予測できない出来事だった。決して望んだわけじゃない。もういい。この話は終わりだ。俺の処遇が決まったようだな。それしか考えてないのか。自分の安全しか。それだけじゃない。例えば公爵の気持ちも気になる。お前と違って彼女が全て俺の責任だと感じてないことを祈ってる。お前の処遇は法廷が決める。アンナ様じゃない。事実は以下の通りだ。お前は怪物を倒すために雇われたが、その任務に失敗したばかりか、我らが公爵閣下の姉君が命を落とす原因を作った。言っておくが、俺が判決を下せるなら、お前は地下牢で痩せ衰えて死ぬまで放置されてる。お前がそういう立場でなくてよかった。とにかくお前の判決を伝えるのに一番適した人物がいる。彼はお前の原型のために誰よりも力を尽くしたんだ。何の話だ。誰のことを言ってる。ダンディリオン。おいおい、ゲラルト、幽霊を見たような顔するなよ。幽霊を見たってこの半分も驚けないぞ。ボークレールで何をしてるんだ。表向きか。アナリエッタ、つまり公爵に会いに来たのさ。
古い友人でね。だが本当の目的はもちろんお前の命を救うためさ。お前が？トゥさんは入国禁止のはずだ。招かれざる客だろう。お前の命がかかってるなら危険も犯すさ。俺にとって何より大事なのは友情だ。正確には友情と愛だな。それに芸術もだ。あとワインも。なぜ俺が監獄にいると分かった？お前が捕まった直後にレジスが訪ねてきたのさ。信じられないだろう。あんなことがあったのに。彼から話を聞き、当然ながらお前が監獄で死ぬのを待つなんて選択はできなかった。お前のおかげで自由になれたのか。一体どうやって？ああ、得意技を披露したのさ。論理的な説得法にいくらかの巧妙なレトリックを混ぜ、仕上げに人間的な魅力を振りまいて、お前は自由の身だ。だけど実際はそんなに簡単でもなかった。手こずったよ。公爵の怒りは凄まじかった。俺をボークレールから永久追放したことすら忘れてたんじゃないかな。お前を二度と地下牢獄から出さないって叫び続けるだけだった。一体どうやって考えを変えさせたんだ？お前の今までの旅路や世間の評判なんかを強調した。そしてまあ最後には折れてお前を自由にしてくれたよ。ただし二度とお前の顔は見たくないと。それでもブドウ畑は没収しないらしい。約束の報酬は支払わないが邸宅は持ってていいとさ。ダンデリオン、お前ほどの外交の達人はいないな。ありがとう。さてお前は好きにしていいが、俺は墓に行かないと。アナリエッタはシアンナの死でやつれきってる。彼女は公爵である前に愛する者を亡くしたばかりの一人の女性なんだ。聞きたかったんだが、プリシラはどうしてる？元気だ。あの悲劇から立ち直りつつあるよ。じゃあまだ二人の仲は？別れてるわけないだろう。なぜそんなことを聞くんだ？いや、ただ単なる可能性としてだ。でもあんなヘンリエッタを勘違いさせないように気をつけてくれ。お前の目的が俺を窮地から救うこと以外にもあるなんて、お首にも出すなよ。俺と公爵の関係は純粋な友情、それ以外の何者でもない。さてと、助けが必要な友人に手を差し伸べに行こう。わかった。それではまた。またな。行け。持ち物は扉の前で返却する。おい、出口はこっちだ。持ち物はそのそばに。持っていくのも置いていくのも勝手にすればいい。その満面の笑みをやめろ。誰かに見られたら厄介なことになるぞ。いや、お前の顔が見られて嬉しいんだ。俺も会えて嬉しいよ、レジス。ダンデリオンを引っ張り出してくれてありがとう。気にするな。彼も最初は公爵と対面するのを渋っていたが、彼の存在が不可欠だと言って何とか説得できたよ。いい手だ。ダンディリオンは不可欠な存在であることが好きだからな。だが気の毒にも滅多にないことだ。お前はどうしてたんだ？俺が。お前が強制施設でぼんやり時間を過ごしている間か。考えてた。
何を考えてたか知りたいか。もちろん。二つの数字のつながりについてだ。デトラフの犠牲者は4人、そして騎士の美徳は5つ。とっくに気づいたはずだが、二つの数字を比べると1足りない。何が言いたい。全て明らかになったというのに、まだ5つの美徳に背いた罰という仮説を信じ続けるのか。信じる信じないは関係ない。論理から導かれる結論だ。シアンナは手を尽くして、怪物が美徳に背いた者への罰だと民衆に思わせようとした。私が彼女なら、犠牲者と美徳の数を揃えるだろう。5人目が誰になるはずだったか気にならないか。気になると言ったらどうする。それなら一緒にもう一度あの靴磨きに話を聞きに行こう。どうやらあの子がデトラフに手紙を届けていたらしい。そこから調べ始めよう。よし、何を知ってるか聞いてみよう。散歩したかったところだ。何もなくても運動にはなる。行こうか。